ምሚሚሚሚ 移動戦士ガンダムより飛べガンダムを聞いていただいてありがとうございましたお手入れです、えー。ついにガンダムやります。<laughs> 大事にしすぎるとやらないで死んじゃうと思って。今回はテレビシリーズとして登場したガンダムをロボットものとして見た時の特徴と革新性について喋る。<laughs> まあもうね今さら今さですけどまあ俺にとっては初めてなんだね。えー、まあまあちょっとこの服 すごいよね、このセンスねあのー、このこセンスは、まあ、センスだとまあこれは赤を避けたってことですよね赤を黄色の中で赤はあいつが着るから、まあ、青と黄色青と黄色ってことかなと今回初めて気がついた、うん、いろんな工夫されてますよね。えー、ガンダムの新しかったところまず、えー、量産型って概念 <laughs>、えー、ではありません。えーっと えー、もうその時はアンドロ軍団がいたしねあのー、博士の娘で男勝りのロングヘア美少女ヒロインがいないっていうのはそうかもしれないけど、まあ、でも誰がヒロインかよくわかんないしね序盤のガンダムはガンダムの新しさえー、ほら当たり前になりすぎて見落としていることがあるんですよええー、これはねえー、とでええー、もうちょっと踏み込んで言うと えー、戦闘機ととしてて扱われたってことですねそれまではロボットは戦艦でした、えー、城でもいいね黒柄の城でもいいつまり砲台ね、えー、移動も可能な武器庫胸から火が出たり手でヨーヨーを扱ったり弓をねこう引いたりするけどさ基本でっかいロボットが全員といてそこから弾やビームや腕が飛んでくる、うん、まあ奥の手として体当たり攻撃持ってるやつらは多いけど よく動いて小回りが利く戦闘機ではない、ね、あの頃のロボットは飛んだとしてもでかいものが飛ぶっていう驚,驚きと魅力なんですよえー、グロイザー思い出したらよくわかる飛んだとしても爆撃機なの、ねまあ、別の意味でガンダムとグロイザーは共通点結構あるけどなね、えー、ほらよく考えてみて、えー、ガンダム以前のロボットはそんなに動かないでしょ 動いてるのは武器ですよロボット自体はあんまり動かないの、ね。だからこそ第1話でガンダムは今言った特徴を際立たせるためにビーブライフルではなくてライトサーベルを使ったわけですよ <laughs> 今ここで使ったライトサーベル、ね、ライトサーベルって言葉使うとあの個オタクぶれますよ、ねまあ <laughs> ライトセーバーでもないねライトサーベルっていう。 もう一度強調していきますね、えー、原子ロボットは戦艦であったそしてガンダムは機動性を持つ戦闘機スーツを着た人間並みによく動くもうこれが革新的だったんですよ当時の子,子供にとってはね、えー、本編では一度も使われなかった「機動戦士」という言葉は伊達じゃないわけです <laughs> 今いいこと言ったね俺ね えーとねと言いましたがえー、とねここでは作画がいい時のザンボット大胆は例外とします。<laughs> あれはロボットじゃなくてカナダヨシヌリ先生が動いてます、はい、えーとねあとねねあこの歌自体についてまあ正直当時は子供っぽいと思ってましたねガンダムには似合わないと、うん、でもこの曲の勇壮さ明るさがないと長丁場やってられないっていうのはあって。 たんでしょうね。気に入る気に入らないにかかわらず、これがガンダムを象徴する。歌だっていう時期は結構なかった。長かったわけです。その後、井上大輔さんがその歌の数々でイメージを持っていった感じはします。谷村慎二さんについては、またいずれ話します。えー、この歌戸部ガンダムについてはほろ苦い思い出があってこう。お台場。 潮風公園にガンダムが立っていた時期その最終日ねフィナーレとしてイベントが計画されていてえそこでみんな「飛べガンダム」を歌おうっていう予定がなされてたんですよねうんそういうのがあったのえその頃私一旦ガンダムやアニメ全般から距離を置こうって思ってた時期でえうんじゃあこれだこの歌をイベントに来る予定の古谷徹さん池田修一さんたちと一緒に あとねファンの人たちと一緒に大声で歌うことで一旦「ガンダム」とアニメとさよならしよう仕事も忙しくなってきたことだしなとか思ってたのって言ったらさ知ってます?「あのお台場ガンダム」の最終日何が起こったかってねえー、最終日、まあ、それまでに2回か <laughs> 言ってたんだけどさ、えー、3回目最終日行ったら潮風公園行ったら台風でさ イベントが全部中止それでもたくさんの人がいましたけどねあの傘とかあの風で吹き飛ばされながらたくさんの人が集まってた、うん、えー、この台風で俺はガンダムアニメと別れるきっかけを失ってしまったそれ考えたらまあ良かったんだね えー、これは「戸べガンダム」について喋る上で本物ガンダムにふる触れたわけであの数々の本物ガンダム潮風公園静岡ダイバーシティ前ユニコーン横浜のガンダムについてはまたいつか喋る機会があると思いますえ今日はガンダムのあのー、ねゆくゆくはガンダムの曲あの全部やろうと思ってます、ね、あの初代というのも まあ、いわゆるガンダムですよ。初代ガンダムというのもね嫌なんで、ガンダムって言ったらあれなんですよね。ガン, <laughs> ガンダムと歌はね全部やる予定です、うんうん。今回は飛べガンダムをやりました。はい、ありがとうございました。<laughs>